あれは私が木の葉の里へやってきた。それがお父さん、つまり湊斗との初めての出会い。今日からトラウマばっかりになるんだ。みんな髪の毛。私はこの里の女性で初めてのほかげになって、里のみんなに認められる立派なほかげになりたい。トーマーだ。お前は今日からトーマーとね。とってて丸い顔、赤い髪の毛、止められるわけねえじゃん。命名された私ですら感じてしまう。トマト、私だってトマトが嫌いだってばね。何笑ってんのよ。男の子を半殺しにする様から、その名も赤い血潮のハバネロ。そいつが私にちょっかいを出すからだってば。弟をいじめる悪い奴。おもののくない。変わり身の術にも気づかないのかよ。まだまだガキじゃん。本当に真っ赤だな。こんな髪でも私なんだからしょうがないじゃない。よさもの、この髪になんかなれるかよ。よさものだけ助けてもくれないっての。僕はあんたも、この里をふるさとと思いたいか、だから言っただけなのに。けどある事件があって、私はこの赤い髪を好きに。の里と渦潮まくれの里は生命力に長けたものばかりで、封印術を得意とする一族たちが住んでいたの。父さんにいろいろ封印術を教えたのはお母さんなのよ。友好の証としてそのマークが用いられているでしょ。戦乱の時代、その封印の能力を恐れられ、狙われて、いつしか滅び、渦潮の里の中でも私は特に九尾を抑え込める強いチャクラを持っている、うん、私の前任の人中力、マダラとの戦いで九尾を手にした初代柱間様の力になる。それからはずっと木の葉が九尾を所有してきた。それじゃまるで物扱いじゃねえかよ。それを聞いた時はショックだったのは確か。三人ですら知らされていなかった。もそっと近くに。
悲しかったであろう、苦しんだであろう。いいですか、確かに私たちは九尾の器です。まず先にその器に。そうすればたとえ九尾の人中力として生きていくことになっても。ナルト、あんたが泣くことないじゃない。あれは暁の面をしている男の仕業だったって父ちゃんが言ってた。あの時私の方の割合を大きく、港の方は時間がなかった。でもその寸前までは私が九尾を封印して持っていたの。じゃあなんで。そこを狙われて九尾を奪われた。封印が弱まる唯一の機会を迎えるまでの約10ヶ月間、封印に使ってるエネルギーは今より16年前10月10日予定日は。そう。え、赤ちゃんが。私母親になるんだってばね。母親だってばね。これで俺も父親か。クシナ、出産に際しお前に説明しておかなければならぬことが。里から少し離れた結界の中で出産してもらうこと。港と暗部の多治、そしてわしの妻琵琶湖を付き添わせる。ってわし直轄の暗部じゃ。場所まではあっちが案内する。そろそろ移動しておくえ。はい。うわあ、女の子だっけ。おお、三代目の父上と同じ名前かえ。はい、名前はナルト。サスケ君とは同期になるか。へえ、クシナでも怖いことあるんだ。意外。移動までの間知り合いがいても接触はなるべく避けるのじゃ。はい。ああ、痛いってまで。これは大丈夫なんでしょうか。大丈夫じゃえ。四代目ホカゲともあろうもんがおたおたすなえ。頑張れナルト。出産したばかりで大変だけど。四代目ホカゲミナ、人中力から離れる。こいつ一体。待て、落ち着くんだ。それはお前だミナ。怪我はない。狙いはクシナ。つもりなの。お前から九尾を引き出し、港の瞬身の術、そのマーキングが。しかも出産で九尾の封印は弱まっている。このわずかな隙を今すぐ母さんを助けに行かないと。キュービー。
このままこの葉隠れの里に向かう。キュービの人中力だったお前だ。先行と呼ばれるだけはある。ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった、ムカワキよ。いいから。ぬると。